森林ドローン研究室の小林です。さっきは、お試しモードに入ってしまったので、ちゃんとこのエレコムの無線 LAN の呼気、これ前に Ubuntu で遊ぼうとした時にこのエレコムのこれが認識されやすいということで、バッファローのやつじゃなくてこのエレコムのやつを買ったんですが、この型番ね。でこれ一応ここに今 USB2 の方に挿しました。で DVD を入れて、電源入れてやり直します。でちゃんとインストールの方選ぶと、だからなんか60秒だか30秒だか時間制限があったんで、これこのレミックスですね、これをあれ、えい、こっちだ、えい、インストール。カーネルを読み込んでいます。まあ多分、このまま素直にこのインストール方法、この雑誌の、やり方に従っていけばいけるはずなんだけども、要は一番大事なのはこの無線 LAN が、無線 LAN の呼気がちゃんと認識されて、インターネットにつながるかどうか。これインターネットつながってなかったら、なんだっけ、YOLO V5 とか、PyTorch とか、そういうのを全然インストールできないんで、CUDNN もそうだし、CUDA もそうだし、Anaconda もそうだし、全部ネットにつながってないと、インストール大変なんで、だからこのコキちゃんはちゃんと、認識されてネットワークにつながるかどうかが、一番の肝ですね。さっきのねお遊びモードで起動するときもね、立ち上がってこのクラゲのマーク、このマークが出てくるまでに10分15分ぐらいかかったかな。ものすごくなんかいろいろ読み込んでメモリに展開してるのかどうなのか分かりませんが、ということなので、まあ DVD だから余計遅いのかな。USB メモリーから、インストールするともうちょっと早いのかもしれませんが、まあ多分、メニューはカーソルキーで選択って書いてあるね。やっぱりね、マウス効かんかったからね、このキーボードの矢印キーで1個下に下げてインストールを選びました。で結構ぐる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 これが回って、いろいろ頑張ってカタ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 と DVD が音がして、どうしようかな、一遍止めようかな、立ち上がってくるまで一遍止めますよ。